みんなのおかげで学んだし強くなれたし、こう頑張れ頑張れって支えてる。ケニネってすごいなって。本田亮としては感じしてるんですけど、悔いはないですよね。でより屈辱でよかった。最後の大選手だって今の俺たちだった。何でも言えるようになりました。僕の声も未体験の声になると思うので、みんなと一緒にもっと公演してたかったです。こんなにたくさんの人を笑顔にできるんだなっていうのを、なんかテレビでバトンをつないでいきたいと思います。本当に毎回僕思うんですよね、まあ、いろんな感謝の気持ちを持ってありがとうございますって言った時に、なんかすごい熱くなったっていうか、たくさん頑張ってよかったっていうか。